では、河合大輔さんゲストにお迎えしたいと思います。どうぞ拍手でお迎えください。ではここからはですね、大橋と、河合さんのあうんの呼吸で進めていただきたいと思いますのでお願いします。では、ここからは進行をですね、私大橋がちょっと、やらせていただいて、河合さんとの話を、皆さんに喜んでいただけるように進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、まあ、河合さん、河合大輔さんですが、私は大橋浩一と申します。2人のどんな人間かっていうね、ご紹介は、くどくどといたしませんので、まあ、ここにちょっと出てますけど、あのお手元の資料の中にも2人のプロフィール文のところはコピーしてお配りしております。興味のある方はご覧ください。私のページもこんな感じで、ね、ありますの で、で早速ね、その図鑑、今日のテーマであります野鳥の図鑑に関して入っていきたいと思いますが、まあ、図鑑とそれから河合大輔さんの関わりみたいなことを、むしろあの自己紹介代わりにね、語っていただくのがいいのかなと思ってますので、お手元の資料のような堅苦しいプロフィールではなくて、図鑑との関わりに絞ってですね、河合さんにちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。あ、皆さんこんにちは。河合大輔と申します。よろしくお願いいたします。本日のお運び誠にありがとうございます。札幌 の、 あの野鳥観察セッションという本をこの夏に出させていただいたんですけれども、野鳥図鑑というのはですね、今ちょっと目の前のスライドにも出てると思うんですが、今もう大変たくさんの図鑑が出てるんですね。もうほとんど飽和状態と言ってもいいぐらいで、何も今更ですね、新しい図鑑をわざわざ出す必要というのはないんではないかというような意見もあるぐらい、世間にたくさん出ております。まあ、これだけもそうですけど、まあ、この後大橋さんがちょっと日本の図鑑のご説明もされると思うんですが、そういう中でですね、今までにないちょっとテイストの図鑑を作ってみたいなということで、あの今回新たにチャレンジをしたんですけれども、もともと私子供の頃からですね、大変その図鑑を見るのが好きで、最初にあの親に鳥類図鑑を買っていただいて、買ってもらったのは、確かですね、小学校の終わりですね、中学生になる時の春休みだったと思うんですけど、その時になんかもう鳥の図鑑を初めて親に買ってもらって、それからもうずっともうあの図鑑ばっかり見てるっていう、そんなような小中学校時代、まあ、高校になってもそうでしたかね、そんなことをやっておりまして、とうとう自分で図鑑を作るようなそんな感じになってしまいました。今回の主催 の、 大橋さんとのご縁も、今回の図鑑の前に、今からもう16年ぐらい前になるんですが、北海道野鳥図鑑というのを別に作らせてもらったことがあって、大橋さんにはですね、その時写真を借りに行ったのが慣れ初めです。大変快く写真を、作品を提供してくださって、それからずっとご縁をいただいて今に至っております。はい、はい、ありがとうございます。まあ、要するに図鑑が好きな少年だったっていうことなんですけど、今度私もね、プロフィール代わりに図鑑との関わりちょっと申し上げますと、私は河合さんよりももう少し早いのかな、小学校の低学年ぐらいだったと思いますけど、その頃から、まあ、とにかく図鑑が好きで、鳥のじゃないんですよ、図鑑っていうものが好きで、やっぱり親に買ってもらったり、まあ、最初は動物図鑑か何かを、昆虫図鑑だったかもしれませんけど、まあ、親が与えてくれたわけですよね。でとても面白くて、喜んで、次は魚の図鑑、次は鳥の図鑑、次は植物とかね、おねだりをしてどんどん買ってもらって、家にたくさん、まあ、生き物の図鑑がありました。小学館の図鑑、ちょっとねオレンジ色系の表紙で、なんか皆さんも子供自分のことを思い出すと知ってるっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、そういうものにすごく親しんで育ってきまして、まあ、いろんな種類の図鑑が子供の頃、小学校の頃あったわけですけど、その中でなぜか私はやっぱり鳥の図鑑が一番心を惹かれまして、いつでも鳥の図鑑はですね、その小学館の図鑑って結構大きい子供用の、ね、図鑑ですけど、大きい版なんですけど、まあ、可能な限りいつでも持って歩いてて、いつでもページをめくって見てたっていう、多分まあ河合さんも同じような育ち方だったなと思うんですけど、私の場合はもう本当に図鑑がボロボロになるぐらいまでずっと見てたっていう感じなんですね。でも実物の鳥はほとんど見てないんです、子供の自分、私は東京生まれ育ちなんですけど、東京は郊外ですけど、もう私が育った頃っていうのは、いわゆる高度成長期っていうんでしょうかね、
どんどん鳥とか動物とか、昆虫もいなくなるような時代だったんだろうと思うんですけど、自分の身近に鳥がいるなんていうことをあんまり感じなかったんですね。自分にとって鳥っていうものは図鑑の世界の中のものだったっていうところがあって、まあ直接見る目にすることができる鳥はスズメとカラスぐらいだったかな。あと、東京 の西の郊外だったので、オナガっていう鳥が結構いましたけど、まあ、それぐらいでですね、それ以上のもっと綺麗な図鑑の中にあるような、あのいろんな色とりどりの鳥は自分の周りにはいるとは思いもしなかったんですね。まあ、そんなような、まあ、ちょっと偏った図鑑との関わり方をしていたかもしれませんけれども、まあ、あのなぜか図鑑というものに心を惹かれてですね、特に鳥の図鑑はそんな形で見てたので、大人になって実際の鳥をフィールドへ出かけて見るようになっても、まあ、あのごく普通の鳥でしたら、まあ、例えばキビタキとかね、オオルリとかね、まあ、アカゲラとかよく見かけるような鳥は大人になって初めて見たんですけど、それでも見た瞬間に、あ、これはキビタキだ、ちょっと色のないのはこれはキビタキのメスだって自分で分かったりしたんですよね。それ子供の時に図鑑見てたからだなと思って、すごくあの実物の鳥を見るっていうことを嬉しく感じたものですね。まあ、そんな関わり方で私も育ってきまして、今その野鳥の写真を仕事にしておりますけれども、私も、河合さんと同じように図鑑を制作する立場になり、一つ言うと自分にとって今から10年ちょっと前ぐらいでしたらね、自分が、育った時に一番関わりの深かった小学館の子供用の図鑑、これが全くリニューアルちょうどしまして、小学館の図鑑ネオっていう名前のシリーズに変わったんですけど、その時の鳥の本をですね、小学館からお声掛けいただいて、まあ、縁があってですね、私が写真をたくさん提供することができたんですよね。まあ、そういう図鑑が好きで好きでっていうことで育った人間が、新しい図鑑に写真提供することができるというのはとっても嬉しい仕事として今でも、まあ、記憶に残ってますけど、まあ、その後せっかく北海道で仕事をしているからということでですね、北海道版の図鑑を、まあ、後でちょっとご紹介もしますけど、作ったりという立場になっております。写真もですね、野鳥の写真を撮ってますが、写真家って言ってしまうとですね、すごくこうかっこいい芸術家みたいなですね、あるいは写真のタイプもね、ものすごい一瞬を捉えたみたいなものとか、そういったものを想像される方も多いと思うんですけど、図鑑系の写真っていうのを私は実は一番大事にしていて、鳥を要するに正確に記録して、世間の皆様に伝えたいっていう気持ちが大きいので、私は自分のその写真の撮り方としてですね、図鑑に使える写真をまず撮るっていうことを一番大事にしてます。でそれと合わせてですね、鳥の魅力を皆様にお伝えするときに、図鑑だけではどうし、写真だけでは伝えられない部分、これは言葉にして表すってことになったりしますので、文章も、添えた図鑑をですね、きちっと作っていきたいというような願いをずっと持ちながらいろんな仕事をさせていただいております。ちょっと長くなりました、すいません。じゃあ、これで、河合大輔さんおよび私大橋浩一の自己紹介終わりということにさせていただいて、図鑑の話に入ってまいりたいと思います。今ね、このようにいろんな図鑑が世間にはあります。で、この特に今ここに出しているのは割と定番のものとか評判のいいものとか最近出たものなんですね。皆さんがこの中で何冊かお持ちっていうものもあるかもしれませんけれども、まあ、これだけではないですよね。こんなのもあります。まだまだあるわけです。書店行くとたくさんこういうものが並んでます。ちょっと下半分の5冊に関しては一般的な鳥の図鑑と少し違うものを、表紙だけ今これお見せしてますけど、一番左側は日本と北東アジアの野鳥ということは、日本だけじゃなくて少し範囲を広げている600何十種がですね、網羅して収録してある図鑑ですね。でその隣もイーストアジアですから、バーズオブイーストエイジアっていうでしょうかね。これは実はイギリスのロンドンの出版社が出したもので英語で、の図鑑になってます。でこれもまあ東アジアという括りのものですね。こういったものも使ってらっしゃる方がやっぱりこの鳥好きの方の中には多いなということで出しました。で真ん中のがこれやっぱり子供用の図鑑なんですけど、ちょっと大きいやつですね。学研の図鑑外部、
あの小学館ではないんです。これは学研の図鑑ライブっていうんですけど、これの鳥のもの表紙だけお見せしています。で、小学館の図鑑の方はそれのポケット版も出て、小学館の図鑑ネオポケットっていうもの、まあこういう子どもさん向けの図鑑もいろいろ出てるっていうことですね。それから一番左側のが日本のカモメ識別図鑑、今あの最近出たばっかりで、とってもあのいわゆる鳥好きの人にはね、大体皆さん買ってるっていう、あの評判のカモメ類を識別するためにはもう絶対必要だっていう、すごい事細かくあの識別が書かれている図鑑なんですけど、まあこういったその鳥全般ではなくて、あのある特定のグループの図鑑もあったりもするということです。それからこういうのもあります。地方版の図鑑ですね、上の方からですね、まあ、山形、栃木、神奈川、広島、宮崎、それぞれの県別の図鑑、それから下の段は奄美、それから沖縄が2冊あって、その後沖縄の中でも宮古島、宮古諸島ですねのものっていうのもあります。まあ、こういうふうに各地域別でも図鑑は出てます。で、下の段の一番右側が北海道の野鳥っていう、北海道新聞社から出ている、北海道版のやっぱり地域図鑑っていうことなんですが、まあ、北海道の地域版の図鑑っていうと、一番多分親しみがあるのはこれじゃないかなと。これ左側、これ河合さんに紹介してもらいましょうかね。ありがとうございます。これ先ほど自己紹介の時にちょろっとお話しさせていただいた、今から16年前に私が作ったあの、私が作ったというか、あの編纂ですね、あの一応著者に名前入れてもらってるんですけど、まあ、もちろんあの中身も書いてるんですが、中身をその書いただけというよりはその全体の構成ですとか、この編集ですね、それの方をあの主にあのやった本です。はい、あのおかげさまでちょっと ある程度評判いいみたいです。そうですね、あの私もまあ写真提供者ということでは関わっているので、あんまりこう褒めたたえるっていうのもちょっと難しいんですけど、まあ、本当の当事者ではないっていうことで言いますと、この図鑑は先ほどあの見ていただいたいろいろな地方版地域版の図鑑の中でも非常に全国的にあの評価の高い、非常に高く評価されている図鑑です。まあ、北海道にはこのアリス社の北海道野鳥図鑑がある、まあ、それ今新帝というね、新しい版になってますけど、これがあるっていうことがすごく北海道の野鳥のその図鑑の中でね、画期的な、とても重要なものだと思ってます。で、右側の2冊はこれは私の著書なんですが、これは北海道新聞社から出している北海道野鳥ハンディガイド、上のものが初版で、下のものが増補新版っていう形になって、今はこの右下の形になってますけどね、こちらはこのアリス社の北海道野鳥図鑑よりも、遅れて発行になりまして、北海道野鳥図鑑は北海道の鳥を基本的に網羅する、324種かな、北海道で見られるものをよほど特殊なものを除いて網羅した図鑑なんですけど、北海道野鳥ハンディガイドの方はその中から、すごく珍しいものは除いて、その代わりページ数少なくして持ち運びしやすいようにっていう意図で作られたものです。で、さらに今回の、まあ、今日の話の主役なんですけども、札幌野鳥観察手帳、これが今年の8月に出版になりました。これについて、まあ、これをモデルにしながらですね、野鳥の図鑑の使い方みたいなことを今日お話しできたらっていうことですよね。中のページをちょっとご覧いただきたいと思います。まあ、次々にちょっと雰囲気をね、まだ今お手元にない方のためにも含めてですね、お見せしたいと思いますけど、このように、まあ、味噌素材だったら味噌素材で2ページ見開きで、青字もそうですね、まあ、見開き単位でこのようにこんなような内容になってきているわけですが、今までの図鑑にはないような雰囲気がこれだけでも感じられると思うんですけど、ちょっと掛け数のページをモデルにしてね、どういうところがこのページの、この図鑑の制作の意図なのかっていうことを具体的な部分まで含めて著者である河合さんにお話をいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。なんか自分の本の宣伝に来たみたいでなんか恐縮なんですけど、そういう本当に今日はその宣伝のつもりで来たのですいません、そういうつもりでお話を聞いていただければありがたいです。先ほど野鳥の図鑑は飽和状態だと申し上げました。確かにものすごく図鑑出てるんですね。
ただですね、そのどの図鑑も、基本的にはですね、パターンが全部一緒なんです。どういうパターンなのかというと、基本的に、鳥の四角い写真が、こう並んでいて、でこう説明が書いてあると、いわゆるフォーマットのようなものができていて、それがずっと並んでいく、その鳥の種類を追うというと、それがどん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 こう並んでいくというパターンが決まってしまっているんですね。でそれはなんでそういうパターンができているのかというと、パターン、つまりフォーマットを決めた方が引きやすいからなんですね。調べやすいからなんです。で図鑑の役割は何か、図鑑というのはそもそも何のためにあって、何のために作られているのかというと、それは読者の方が見つけた、あるいは映像とかで見た鳥、これは一体何という名前の鳥なんだろうかということを調べるためにある。鳥の名前を調べる、あの鳥は一体何だろうということを突き止めるためのツールとして図鑑というのがあるんですね。なのでフォーマットは決まっている方がいいし、ページごとにバラバラになるよりは調べやすさっていうのを優先すると、そういうフォーマットにならざるを得ない。ですけど、もうそういう図鑑はたくさんある。今ない図鑑ってどういうことなんだろうというと、先ほど大橋さんが自己紹介の時にもお話をされてました。図鑑を見ながら、こんな鳥がいるのかと驚いたり、あるいは、こんな鳥にもう一度自分も会ってみたいというような思いを募らせるような、そういう本ですね。図鑑には多分そういう役割もあると思うんですけれども、現在の図鑑はあまりにもその名前を調べるというツールの部分だけがすごくこの先鋭化されていってしまって、図鑑パラパラとめぐりながら、こんな鳥に会ってみたいな、札幌にこんな鳥がいるんだみたいな思いを自分の中で醸造させていくような、そういう図鑑って意外とない。なので今回はあえてそのフォーマット、いわゆる図鑑らしいデザインというのから逸脱して、あまり鳥に詳しくない方でも見てて楽しい、でその思いをどんどん膨らませていけるような、そういうものを作れたらいいんじゃないかなということで、こういう今ざっとレイアウトを見ていただきましたけど、やってみました。であんまりこういう本はですね、ないんですね。ないのはなぜかというと、基本的に多くの鳥の図鑑は東京大手の出版社が出していますので、日本というものを相手に鳥の図鑑を作るわけです。日本にはもうその600種近い鳥がいるので、600種近い鳥を使ってこういう図鑑っていうのは作れないんですね。ものすごい分厚い、もう何分冊にもなってしまいます。で現実的に多分無理でしょう。なので、地域を限定することによってこういうことが可能になるんです。で私北海道野鳥図鑑というのを16年前に作ったんですけど、北海道でもまだ広すぎるんですね。もともと今回のこの、本のお話をアリス社という出版社からいただいたときは、先ほど大橋さんが出されたハンディガイドのような、あれに似たタイプの本の相談を受けました。つまり北海道の野鳥の代表的な本を集めた、種を集めた図鑑で何かその作れないか、ベスト100みたいなものを作れないかというお話をいただいたんですけど、北海道のベスト100、北海道らしい鳥ということになると、どうしてもそのシマフクロウですとか、エトピリカですとか、そういった普段会うことができない、特別な場所に行かなければ会うことができない、でも北海道らしい鳥、タンチョウズルなんかもそうですよね。そういうものを入れなければやっぱり北海道のベスト100はできないんですけど、それだとすごくその今までとあまり変わらないものになってしまう。というわけで、思い切ってですね、そのターゲットとなるエリアを札幌に限定したんです。で今日本でですね、鳥の図鑑たくさんあると申し上げましたが、一つの都市をテーマにした図鑑というのは多分これが初めてなんじゃないかと思います。もしかしたら私が知らないだけで、東京野鳥図鑑とか大阪野鳥図鑑というのはあるのかもしれませんが、株にして今ちょっと私は存じ上げないんですけれども、少なくともその、こういう札幌のような地方都市ですねを舞台に本を作ったというのはこれが多分初めてだと思います。そのおかげで何ができたかというと、皆さん知ってるんだけど会う機会がほとんどない時は全部カットすることができたんです。札幌でどんなに頑張ってもですね、シマフクロウ見られませんし、タンチョウはたまに飛んでくるかもしれませんが、ほとんどいわゆる普通に見られるとではありません。で北海道で見られる
でしか見られない鳥というのはたくさんおりますけれど、札幌でしか見られない鳥というのはいないんですね。ということは、札幌に限定はしていますけれども、札幌以外でも使えるということを示しています。つまり札幌というのはもちろん札幌にこだわってはいるんだけれども、旭川でも帯広でも、釧路でも使えるということなんですね。つまり都市の象徴、都市近辺の緑地という象徴として、札幌というエリアを使いました。そのエリアの中で、123種類の鳥を選ぶことができた。で、選んだ鳥、これタペスという鳥で今ご紹介してるんですけど、どのような内容に工夫を凝らしたかということなんですが、まあ、基本的に3つの柱で構成をしています。1つはこの一番上のところに、どういうその名前なのか、あと学名といって、その鳥 のラテン語で示した学術的な名称ですね。それから、中国語では何というのか、アイヌ語では何というのか、どんな声で鳴くのか、どんなものを食べているのか、日本以外にはどこに住んでいるのかといったような基本的なデータを全部コンパクトにまとめて上に持ってきました。なのでその鳥の基本的なプロフィールのようなことはそこを見ればすぐ分かるようになっています。そして、肝心の鳥の部分なんですけれども、図鑑というのは先ほどのお話をお持ちしたようにフォーマットなので、こういう横向きの分かりやすい写真だけがこうずらずらと並んでいることがほとんどなんですけれども、実際に私たちが、野外に出て、鳥を見たときは、こういう形でじっとしてくれているということはほとんどないんですね。後ろ姿であったり飛んでいるところだったり、あるいはお腹側だったり背中側だったり、いろんなその角度に出会うことのほとんどです。で、鳥というのはですね、飛んでいるときと止まっているとき、後ろから見たとき前から見たとき、印象がどんどん変わっちゃうんですね。で、初心者の方は図鑑でこの横向きの姿だけずっと見てても、いや私が見たのはこれじゃないっていう話がすごくたくさんあります。後ろ姿の写真を見せたら、あ、これだとか、よくあります。有名な鳥でオオルリという鳥がいますね。皆さんご存知でしょうか。非常に綺麗な青い鳥なんですけど、あれ青い鳥だっていうふうにご紹介をしていると、多くの人が、ね、ピンとこないんです。実際に物を見せても。私がちょっとガイドのようなこともやっておりまして、お客さんを連れてその外に出た時に、オオルリがこう鳴いてるんですね。それご紹介するんですけど、とてもこんな青い鳥に見えないっておっしゃる方はほとんどです。どうしたらお分かりになりますか。青いのは背中だけなんですね。お腹の部分真っ白なんです。で、高いところに止まって下から見上げると大抵お腹から見るんですね、私たち。そうするとお腹の白い鳥が鳴いてるぐらいしか見えないんです。しばらく時間を待って角度を変えてチャンスを変えて、その青い部分が見えた時にオオルリということが分かって、ああ青い鳥だ、綺麗でいいなということが分かるんですけど、基本的に図鑑はその鳥の特徴を少ない限られたページの中でその鳥の一番の特徴を伝えなきゃいけないので、絶対にこう青い部分を見せるんですね。カケスなんかもそうです。羽に青い部分はありますけども、はい、これはこれだって例えば角度によっては全然見えないです。ですので、いろんなそのシチュエーションをできるだけ、まあ、とはいってもですね、もちろんページ数の限りもありますし、紙面の限りもあるので、もういろんな角度の写真を載せることは難しいんですけれども、少なくとも今ここでご覧いただいているように、飛んでいる姿と、しかも飛んでいる後ろ姿まで入れているんですね。これはこの腰が白いというのはこのカペスのすごく大きな特徴なんです。多分野外を歩かれてカケスに会ってもですね、パッと飛んだ時にこの腰の白というのはすごく目立つんですけど、いわゆる普通の図鑑の写真だけでは絶対にわからないですね。でしかもこういう上の写真のような飛び方をされるとやっぱりわかりません。なので、こういういろんな角度 の写真をできるだけ揃えるようにしました。しかも美しく見えるものですね。でそれからその鳥の中にですね、例えばその先ほど の腰が白いとか羽が青いとか、目の下にちょっとひげっぽい模様があるとか、そういうのはもう全部線引きライン引きで写真に載せてしまいました。他の図鑑をご覧いただくと分かると思うんですが、そういう鳥の体の特徴がですね、他の図鑑を全部文章で書いてあるんですね。しかもすごい専門用語だらけです。大海が白くてカビ島が黄色いなんて書かれてですね、
はっとそれが頭に映像が浮かぶ人ってのは相当な通だと思います。野鳥の案内を外に行ってる時に、お客様今大鳥のあそこのシュレツカザキリが青く光ってますねなんて話をしてもお客さん聞いてくれないですよね。それよりは別に普通にですね、ほっぺたとかお尻とか羽の先といった方が分かりやすいんです。何もこのさらですね、専門用語を使う必要がないというのが私の考えで、もう完全に、ピハンという言葉すら使わず眉ラインとかもうカビ頭なんていうのは完全のお尻です。もうそんな風にどんどん普通の言葉に置き換えて写真に置いてしまいました。いちいち文章を読んで鳥の説明に至るぐらいまどろっこしいものはないと思うんですね。その代わりその空いたそのスペースの文章は、そういう鳥の形態のことではなくて、どんな暮らしをしているのか、その生態な部分ですね、その辺で、面白い話をできるように、入れてみました。でこういう感じの3部構成で、これを基本の柱にして、その都度その都度その鳥に合わせて写真を選んで作っていくというそういうやり方をしてみたんです。つまりこれはちょっと僭越な言い方ですけど、今の日本の図鑑の持ってるパターンを、崩してみたということです。逆に言えば今の図鑑が飽和状態にあるんだけど、その図鑑が今たどり着いていない、ちょっとかゆいけど手が届かないみたいなところを実際形にしたらどうなるのかなという、そんなつもりもあります。また解説にもちょっと気を使いまして、例えばこのカテスの腰の白ですね、はい、飛ぶと後ろ姿は腰が白く見えるという情報だけだと、それは鳥を識別する、要するにその鳥の名前が何かということを説明する情報に過ぎませんけど、実はなんでここカテス腰が白いのかというと、ディスプレイといって繁殖期ですね、その恋の季節にオスがここをこう白く膨らませて、オス別のオスに対して、こう俺の方が強いというか、ここは俺の縄張りだとか、そういうこの自己孤児をですねするときに使うんです。あるいはオスとメスがその愛のこのささやきをするとき、腰のこの白い毛を膨らませてお互いにこう愛のこう交換をしたりするんですね。そういうことって普通の図鑑に書いてないんです。なんで書いてないかって言ったらスペースが足りないし、そんなことはまずこの鳥がカテスだということを見極める上では関係ないから書いてないんだけれども、でもなんで腰が白いんだろうっていうのっていうのは鳥の世界に入っていてすごいこう入り口の楽しい部分だと思うんですね。なので私はここに、見分け以外この腰を、QI のディスプレイや喧嘩の時にも使うんだみたいなコメントも載せてみました。そういうことでですね、単にその鳥を見分けるというところからその鳥をその近しく感じていただく、皆さんと例えばこう会って、名刺交換をしてお名前だけいただいてもその人のことが全然わからない、だけどちょっとした立ち話でも、何か心に残るような何か会話があったとしたら、その名刺を見た時に、ああの人あんな人だったよねっていうのを思い出すような、なんかそんな感じでですね、鳥の図鑑が作れたらいいなということで、こういう構成にしてみました。はい。それ、今の河合さん の話の中の、この本の意図っていうところに非常に関係がある部分だと思うんですけれども、ビジュアルの工夫っていうのは非常にその目立つ図鑑なんですよね。ビジュアルというか、図版っていうことですね。写真の使い方、それから図版の使い方っていうことで、私のこの図鑑に対する一つの感想なんですけど、写真とか図版の工夫としてイラスト図鑑的な良さと、この本は基本的に写真の図鑑ですけど、イラスト図鑑的な良さがある、さらに鳥を知るための、イラスト図鑑以上のですね、優れた効果のある、写真の使い方をされているなというふうに思いました。で、そう思う時に比較対象になるのがこれです。これはイラストの図鑑です。一番一般的な、定番のですね、この図鑑です。日本野鳥の会から出ている、ベストセラー、ロングセラーのですね、高野真嗣さんの、フィールドガイドなんですね。これは左側のページに解説文と分布図があって、右側のページに、イラストが、似たようなそのグループの、同じグループの似たような鳥たちが、比較できるような形で並べられている。これは一つの図鑑の、一つのパターンとして非常に定着しています。世界的にもこういうものが一つのパターンになっているわけです。ちょっと話それますけど、今出したこの英語でフィールドガイドトゥーザバーズって書いてあるのが右側に出てきましたけど、これがですね、実はこのフィールドガイドと呼ばれるタイプの図鑑の元祖なん
なんです。ピーターソンっていう人がね、ロジャー・ピーターソンっていう人が、アメリカ人なんですけど、イラストレーターなんですけど、確かね1934年だったと思うんですけど、こういう図鑑を出しまして、それ以前はね、当然その頃って写真は今のような正確に細密に、撮れる写真なんか全然なかったわけですよね。カラー写真もないし、だからイラストでしか鳥を伝えるものってなかったわけなんですけど、そのイラストを本にしたものってすごくサイズが大きかったんです。この本以前は持ち歩くようなものではとてもなかったわけですね。ところがこのピーターソンという人はいろいろ考えて、持ち歩ける大きさで、そしてまあこういうページの作りですね、この野鳥の会の高野真嗣さんの図鑑と、まあ、そっくりでしょ、ある意味こう右側のページに似たようなグループの鳥を並べてイラストで示して比較して、識別できるようにしてあるっていうことです。で、今ちょっとね、見にくいかもしれませんけど、実はこの図版の中に矢印が一つの鳥に1箇所とか2箇所とか少ない数です。矢印がついてるんです。で、それはこの鳥の姿のここを見なさいよっていう矢印なんですよね。で、高野真嗣さんのこの日本野鳥の会の定番の図鑑にもそれが踏襲されてます。ここの部分を見るとその鳥の特徴が分かりますよっていう、たったこれだけのことが、非常に当時のですね、バードウォッチャーたちに衝撃を与えて、これが大評判を呼んで世界的な潮流になったわけですね。ピーターソンが考えたその矢印をつけるっていうやり方が、まあ、ピーターソンメソッドなんて言われてですね、それが大評判になったっていう、まあ、歴史があるわけですけど、まあ、それはさておきですね、イラスト図鑑の優れた点は、見たい角度からの典型的な絵を、近い種類と比較しやすく近くにこうやって配置できる、まあ、その通りになってますよね。で、それに対して写真の図鑑の良さってどこかっていうと、写真ですから、まあ、実物そのものの絵というか、まあ、写真になってるわけですよね。で、さらに背景がありますね、写真にね、鳥だけじゃなくて、で、背景によって生息環境まで分かるっていうのが写真の良さだと思うんです。じゃあ札幌野鳥観察手帳の写真図版の工夫とはどういったことかっていうことで、これをこのページをご覧いただきたいと思います。トラツグミのページ、トラツグミのページも見開きで載ってるんですけど、左側だけちょっと切り取ってみました。こういう写真を、こういう写真の使い方をしてあるわけですが、この写真はですね、元の写真はこうなんです。どこが違うかお分かりになりますか？鳥そのものが、この図鑑の方はね、鳥そのものが、分かるように背景のトーンを落としてるんですね。背景の色調が薄くなってる。それはこうやって比べるとお分かりになると思います。元の写真は右側のこれですから、これをデジタル的に加工してですね、左側のような形にして、まあ、この左側の右側のこの写真だとちょっと背景が煩雑ですよね。それほどごちゃごちゃ枝が混んでるっていうほどでもないですけど、余計な部分は外して説明したいなっていう形になります。ただ全部鳥だけを切り取って他を外してしまうと、生息環境も何も、もしかしたらこの七かまどの実を食べるとかですね、そういうことも全然分かんなくなっちゃうので、必要な部分は残してるわけですね。で、背景のトーンを落として鳥が見やすくしているという、こういう工夫を、この図鑑では全部やってますですよね。はい、全部ですね。まあお客様の中には右の方がいいじゃないかって思われる方もいるかもしれませんけど、これ大橋さんの写真なんですよね。もちろんなんですけど、大橋さんほとんど写真うまいんで、撮るときに背景考えて撮っておられるんで、あんまりいいこれサンプルじゃないんですけど、ただ時だけ闇雲に追いかけて撮っちゃうと、どうしてもバックうるさくなっちゃうんですね。そこがプロフェッショナルとアマチュアの差だと思うんですけど、まあ、それでもやっぱり鳥にまずパッと目をいってほしいという意味では、こういう処理をやっています。全点にやってます。だから400点近い写真にですね、全部それをレイヤーと鳥を分けるという作業をやったんですね。次ありますよね。はい、こちらもそうなんですけど、基本的にはコゲラという、これは小さいキツツキです。このコゲラは木の色と似ているので、背景の写真をそのまま使ってしまうと、こう鳥がよく分かりづらいんですけど、まあそんなことはないですけどね、この写真いい写真だから分かるんだけど、まあ、それでもこう少し木の方をこう、木の写真と鳥の写真を分けて、バックを少し落とすことで鳥がこう浮かび上がってくるような
そういう処理をやっています。ただ基本的に他の図鑑でこれ全部やるっていうのはまず不可能っていうか、予算がもうまずいきなり設置が荒い話になりますけど、デザイナーの料金が5倍ぐらいになっちゃいますね。はい、やってくれないです、基本的に。そういうことをデザイナーは。で、今回これがなぜできたかというと、新人のデザイナーを起用したんですね。報酬よりも仕事の質でみたいな、よろしくないお願いの仕方でしたけど、とにかくちょっとあんまりたくさんお金払えないけど、今までない綺麗な図鑑を作りたいんで一緒にやってくれないみたいな、そういうノリでよしやるよみたいな感じでやってくれたので、これが実現したみたいな。すいません、ちょっと余計な話をしました。まだこの話続くんですけどね、ちょっ と,、ここでちょっと小休止しますか。真ん中辺の時間になったので、この続きはまた、5分ぐらいですかね。